皆さんこんにちは、私大福と申します。よろしく申し上げます。ということでポケスリでやってはいけないこと15選、どんどんパフ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 。はい、この睡眠アプリポケスリもね、だいたい配信されてから半年かな、それぐらい経ったんですけども、まあまだまだ全然今から始める人とかもいると思いますし、まあ最近始めた人とかも全然いると思うんで、今回はそういった方たちのためにポケスリで絶対にやってはいけないこと15選っていう風なところで、始めたての人が気をつけた方がいいっていう風なところを解説したいと思います。ただ初心者向けとは言いつつ、まあ正直情報を取りに行かないとわかんないこととかも結構あったりするので、なので全然僕も数ヶ月やっちゃってたこととかあるんで、なのでポケスリは結構知ってるなって思う人でも一旦最後まで見てもらえると嬉しいかなっていう風に思います。なんか配信とかで喋ってると、それ知らなかったっていう風なことが結構入ってたりするんで、ぜひ参考にしてください。ではまあ今から始める人向けっていうようなところもあるので、簡単にゲーム説明をすると、ポケスリっていうのはカビゴン育成をインセンティブに質のいい睡眠をするアプリですと。強いポケモンがいればカビゴンに多くの木の実や料理を与え大きくすることができます。カビゴンが大きい方が寝た時にたくさんポケモンが来ます。睡眠時間にも依存するんで、強いポケモンをゲットして育成してカビゴンを大きくして睡眠の質も高めていきましょうっていう風なアプリですね。はい、まあこの辺はやればわかるっていうようなところがあると思うんで、早速本編の方に行きましょう。ポケスリでやってはいけないことその1、リセマラせずに始めるな。はい、これね、ポケスリリリースされて1週間で始めた人とかはね、もううなずきすぎてヘドバンみたいになってると思うんですけども、まあこのポケスリってゲームね、厳正な難易度めっちゃ高いんですよ。まあその人によるんですけど、基準にもね、サブレっていう風なその課金アイテムを含むやつが結構ねかかったりするんで、なのでね、これね、ただ唯一最初のピカチュウだけは努力で厳選できるんですよ。なのでリセマラってめちゃくちゃ大事なんですよね。でしかもそのピカチュウの進化系のライチュウというのがむちゃくちゃ強い、もう結構最強級のポケモンなんで、高個体種のライチュウって全然その木の実じゃなくてもどのステージも使えるすごい最強級のポケモンなので、ぜひこのリセマラだけはやりましょうと。でやり方どうなのっていうような形なんですけども、ここで解説するのは長くなるので、ぜひこの動画見てください。僕が解説したリセマラの動画で、まあ基準とかも説明しているので、なのでまあそちらを参考にしてと概要欄に載っています。まあ始めてる人はね、まあその程度かよこの動画みたいな感じで、越前龍馬くんみたいになってるかもしれないですけども、こっからなんで、ぜひ最後までご覧ください。ポケスリでやってはいけないことその2、無駄にポケモンを育てるな。これもね、多分ね、もう首縦に振りすぎてもう首取れてると思うんですけども、まあ、ちょっと自分の定義使わせてもらってごめんなさい。ポケスリには一応種族値と個体値っていう風なものが存在していますと。で種族値ってのがもうポケモンそのものの強さのイメージです。まあ例えばライチュウとニャース、これライチュウの方が多分強いじゃないですかね。まあこれがもうそのものの強さっていうようなところで、まあ種族値っていう風に思っています。でもう一つ個体値っていう風なところが、まあ、定義として僕のまあなんかね、このゲームね、サブスキルとか性格っていう風なでバフがかかるんですよね。お手伝いのスピードが速くなるみたいなバフがかかるんで、それを乗せた強さを個体値っていう風に呼んでいますと。まあでもちょっとね、あの一般的な定義ではないので、公式さんが言ってるわけではないので、あくまで僕の定義ですねっていう感じになります。まあ分かりやすくするためですね。でまあつまりポケモンを捕まえたら、まあ個体値とかがいっぱいあって、まあ強いポケモン弱いポケモンっていう風なところがあるんですけども、でみんな育てたいっていう風になるっていうもんですけども、これねポケスリってね、育成のアイテムがめっちゃ貴重なんですよ。まあ飴なんですけど、飴、そのポケモンごとに飴ってのがあって、それを食わせると経験値になるっていうようなところなんですけども、めちゃくちゃ貴重で、それがなので効率よく育てるのがとても大切です。まあちょっと種族値とかについて見てみると、例えばこれライチュウね、ここ右下の方が2200秒っていうような感じで、あとね、まあ拾ってくる木の実の種類、これ電気タイプの木の実、ウブの実っていうのを拾ってきて、あとね食材とかも拾ってくるのね。なのでまあそういったところで一応種族値が決まってると。あとまあこれ細かい話なんですけども、一応食材を拾うか木の実を拾うかみたいなのが抽選になってて、その確率とかもポケモンごとに違います。で、まあ、ライチュウに対して、まあ、マルノームちゃんと、はい。まあ、明らかライチュウの方が強そうになってますけども、まあ、木の実自体はね、毒の木の実で、まあ、雷はちょっと強いんですよね。まあ、ただ、お手伝い時間がね、3500秒って、やっぱ2200秒と3500秒って言ったら、もう、雲泥の差じゃないですか。で、しかも合わせて説明しておくと、このポケスリって、木の実タイプと食材タイプとスキルタイプ3種類に分かれてて、その木の実タイプは木の実を1回の手伝いで2個拾ってくる、食材タイプは拾ってくる食材が多い、スキルはまあスキルが強いみたいな感じになってるんですよね。ただしこのマルノムちゃんスキルタイプなんですけども、まあスキルがちょっと強くないんですよね。夢のかけらゲットですっていうような形で。でまあピカチュウは木の実タイプで高スピードで木の実をめっちゃ拾ってくるっていうような感じになります。まあこのね、これが種族値の差っていうような感じですね。この上にね、個体値、これ後で説明するんで、サブスキルっていうのが乗っかって、もうかなりね、差ができるんですよ、ポケモンごとに。で、なので、みんな育てたいけども、やっぱ強い子に絞って育てたいっていうような感じですね。まあ、種族値の要因をまとめると、まあ、お手すぴ、木の実の強さ、食材の種類と確率、メインスキルの種類と確率っていうようなところになるかなって思ってます。で、まあ、他にもね、そのポケモンごとにね、まあ、出てきたらね、結構、その、リサーチとかで、睡眠寝た時にね、見つかったポケモンは飴がもらえるんですよね。なので、まあ、それで集まりやすいとかもあったりするんで、まあ、その、飴が集まりやすいってことは経験値が手に入りやすいってことなんで、まあ、言うたら、種族値の要因の一つと言ってもおかしくないけど、まあ、ちょっと端の方に置
言っておきますと。で、まあ種族値の話続きですけども、まあこれちょっとね、僕のキャラランクになります。で、あくまで僕のなんですけども、まあこれを出した動画のコメ欄を見てみるとかなり好意的に捉えてもらってたし、まあ結構、まあ新ポケモンが入ってないんですけど、新ポケモン抜き、新ポケモンね、そのカイリュウとキテルグマとサーナイトエルレイドっていうところが出てるんですけども、その子たちは入ってないんですけど、それを除いたところでいくと、まあかなり概ねいい感じになってるのかなって思ってるんで、最初わかんないと思うんで、まあ捕まえた方がいいポケモンっていうようなところは、まあ出てきて嬉しいなっていうようなところ、この上の方のやつ A ランク以上は結構強いし、まあ物によっては B も全然捕まえていいっていうような感じなので、まあ参考にしてほしいかなって思います。まあただね、やっぱその進行度によって、ね、優先度が変更されるんですよね。全然その B にいるラッタとか普通に強いんですよね。これ B って強いんですよ。まあなので、まあその優先のその進行度合いによって変わるので、まあ一旦ちょっと参考にしたいんですけど、まあそのなんだろうな、ぜひ僕の他の動画も見てほしいかなって思います。一応島ごとのね、ゲットした方がいいやつとか解説した動画もあったりするんで、そっちを見てもらった方がいいかなって思います。例えばね、優先度でいくと、まあ最初ね、バンギ SS にあるんですけどね、バンギってその経験値めっちゃ必要なんですよ、レベル上げるのに。なので育てるのきついので、だったら B ランクぐらいにいるバタフリーの方が最初は育てやすいんで、バタフリーをただめっちゃ厳選したらしんどいんで、結構その最初はリセマラできたピカチュウをめっちゃ育てつつ、まあついでにその、まあ、バタフリーキャタピーも取って、あ、お手スピ上がってるなぐらいだったら、ちょっとね、そのもうキャタピは結構来るんで、ウトウトされてたら。なのでそこの目も費やしちゃって、バタフリーをそこそこのやつと、めっちゃ強いライチュウとそこそこのバタフリーでもガンガンクリアしてシアンまで行くみたいなところ、そういうムーブの方が大事かなって思うんで、結構その優先度ってのは進行台によって変わってきます。でシアンまで行くとね、ある程度いろんな動画を見るかなって思うんで、まあその頃にはどのポケモンがいいとかもある程度分かってきてると思うんで、一旦はね今の話をちょっと優先してください。でここで個体値の話をしておきます。さっきの種族値でそれに対して、まあピカチュウ、同じピカチュウでもいろんなサブスキルがついてるみたいなのがあるんで、まあちょっとこの画面を見てもらったら、こんな感じでね、ポケモンって性格と、あとまあサブスキルっていうのがある。で、レベルごとに解放されていく。レベル10だったらレベル10のやつ解放されるし、レベル25だったら25のやつ解放されるとかがあったりして、まあそれによって、このバフが乗っていくんですよね、ポケモンのレベルというか、その強さに。なので、まあそのバフの強さで、最初は本当にサブスキルわかんなくて、これね、僕ら初期勢はもう何が強いかわかんないんで、めっちゃ適当に当てて、これね、なんとなくね、金の方が強い。その下に青、その下に白みたいなのがなくもないんですけど、金よりも強い青とかがあったりするんで、ややこしいと。なのでちょっと解説すると、まあ金スキルというか、もう超当たりスキルはやっぱ木の実 S お手棒っていう中ですね。木の実の数 S お手伝いボーナス、これもあったらマジで強いんで、もあったらもう結構神だと思っても大丈夫ですと。で次がね、このお手スピ M、 お手伝いスピード S と M、 まあ M が青で S がその下っていうような感じなんですけど、これもあったら嬉しい。シンプルにお手伝いのスピードがあるんであったら嬉しいと。でそっからがさらにね、そのちょっとややこしくなってきて、食材確率 M と S ってのがあって、それはね食材を拾う確率が上がるんで、食材タイプには欲しいと。で同じように、まあ、スキル確率 S と M があって、であとスキルレベルっていうのは、メインスキルっていうのはポケモンにはそのメインスキルのレベル1から6まであるんですけど、それが上がるスキルがあって、なのでここら辺はスキルタイプには欲しいなっていうようなスキルになります。でその次がね、まあ所持数っていうのが LMS っていうような形で、まあマクドナルドのポテトみたいな感じであるんですけど、まあこれはねちょっと難しい。スキルレベルアップとか食材確率ほど欲しいわけではないんだけども、まああったらまあ悪くないかなと、食材タイプとスキルタイプにっていうような感じで、これはちょっとでもややこしいんで、まあまたちょっと別の動画見てもらえたらいいかなっていうふうに思います。でその下がね金色のやつなんですけど、元気回復ボーナスと睡眠 EXP ボーナスね、元母水母って略しちゃってごめんなさい。これはね、まあ、結構あったら嬉しい、所持数よりもねあったら嬉しいってやつではあるんですけど、ただ場合によったりもするんで、まあ、睡眠 EXP ボーナスは基本誰にあっても嬉しいんですけど、元気回復ボーナスはねちょっとねパーティーの中に元気ダウン性格があるかどうかにもよったりするんで、まあ一旦ねあったらちょい嬉しいぐらいに思ってください。で最後のが罠で、リサーチ EXP と夢のかけらボーナスって金スキルがあるんですけど、これはね本当にもう金なのに、金なのにお手スピ S の白よりも悲しいですという風な感じですね。序盤別に嬉しくなくはないんですけどね。まあただ多分皆さん分かんないじゃないですか、こんなの見ても。でしかもね、このどのポケモンにあるかにもよるんで、最初はね僕あの概要欄のリンクの中に個体チェッカーっていうの貼ってるんですけども、それでそのポケモンの個体値が調べられるんで、それでぜひ探してください。ちなみに開発者私です月間ね結構ね何百万回とか使われてるやつで、なんか結構その信頼度は高いって思ってくれていいので、自分で言うのもなんだで結構控えめに言ってるけど、まあまあ最初はね、それで例えば A とか S とか出たら全然使っていいかな。 A はねちょっと A の上の方じゃないとってとこあるんですけど、 S とか来たらもう結構自信持って使ったらいいかなって思います。ただし役割適正度とかもあるんで、ここはもうちょっと聞き逃していいんですけども、まあ一旦ちょっとね、まあ木の実タイプを最初集めると思うんで、それについてはまあそのランクの通り見てもらえていいかなって思います。でこの中のねちょっと木の実の数 S っていうのちょっと触れときたくて、これ圧倒的な壊れ好きなんですよ。お手伝いボーナスも結構壊れてるんですけども、まあこれ圧倒的な壊れスキルで、序盤でねこのスキルがある、例えば玉ざらしとか上等御三家をゲットできれば、もう正直ゴリ押し可能です、かなりのシールドを。
で、ただしね、これ狙、まあもう正直これがめっちゃ欲しい、厳選級になってくると僕レベルになるとこれが当たり前みたいなんですけど、僕も課金めっちゃしてるんですよ、60万とか。なのでちょっとそこに惑わされすぎずに、まあ序盤はこれ求めすぎても全然フィールド進まず厳選ばっかしてるみたいになっちゃうんで、まあ一旦これがめっちゃ強いってことだけは覚えておいてください。ちなみに捕獲9匹目から1枠目金スキル確定なんで、その夢のかけらボーナスの可能性もあるけども、金の数 S が1枠目であるレベル10で手に入る可能性も上がるんで、そういった仕様もあるってことを説明したくて、ちょっとここで触れときました。まあこれについてはちょっと近いうちに動画出そうかなって思うんで、一旦チャンネル登録をしてお待ちください。この辺で高評価もいただけるとめっちゃ喜びます。でついでに性格についても触れとくと、まあ性格も言ったらね、そのサブスキルみたいなもんなんですよ。そのどの能力が上がってどの能力が下がるみたいな性格は一つのセットになってるんで、でまあその例えばその意地っ張りっていう風な性格はお手スピが上がって食材確率が下がるみたいな、このセットになる、上がってるのと下がってるののセットになってるのが基本なんで、なのでまあ意地っ張り気のみタイプにあるとめちゃくちゃ強い性格みたいなイメージですね。でじゃあそのそれぞれの項目説明しておくと、まあお手スピってなのはもうお手伝いスピードなんで、どのタイプでもあると嬉しい性格ですね。でただ下がってるとどのタイプでも嬉しくないっていうような感じなので注意と。でスキル確率ってのが、まあスキルタイプで上がってほしい、食材確率は食材タイプで上がってほしいって感じです。で元気がちょっとむずいかもしれないんですけど、これね下がるとねちょっとだけしんどいんですけど、上がってる方はそんなに嬉しくないっていう風な、これねまあちょっと後で説明することになるんですけども、まあ睡眠の時の元気回復が 100% で止まっちゃうっていう風な仕様があるんであれなんですけど、元気は、まあ、上がっててもそんなに嬉しくないけど、下がってたらまあそうかなりしんどいっていう風に思ってください。で経験値 EXP アップってのあるんですけど、まあこれはねまあ上がってると嬉しいんですけども、加工側によるな、加工側がお手スピとかだったら全然嬉しいが打ち消されるし、まあ加工側がなんだろうな、木の実タイプの食材確率とかだったら嬉しいじゃんか、まあ、あの EXP が嬉しくて食材確率木の実タイプ下がってた方がまあいいかなっていうような人が多いので、なのでそういった形になります。であとは最後ね無補正ってのがあって、これはもう普通に嬉しいですね。なので無補正がこのゲームは結構強いですって感じです。ただしさっきのサブスキルと同様、やっぱり皆さんまだ分かんないかなと最初の方の人は、なので基本は個体チェッカーを使ってくれたらいいかなっていうふうに私は思います。まあちょっとチラッて見てみますか。まあこれを僕の説明聞くだけで結構感覚つくんで、ちょっと聞いといてほしいんですけど、例えばこれライチューちゃんですね、性格が意地っ張りっていう風なやつで、お手スピ上がって食材確率下がって、こいつ木の実タイプなんでめちゃくちゃ強いと。で木の実の数 S があって、つまり木の実がね普通2個なんですけど1個増えて3個拾ってくるんですよね。めっちゃ嬉しい。でレベル50のお手スピ M も嬉しい、これもお手伝いスピードが 14% 上がるんでめっちゃ嬉しいと。まあレベル50にある所持数はそんな別に嬉しくなくて、でスキル確率アップは嬉しいっちゃ嬉しいけど、こいつ木の実タイプでスキルそんな強くないし、スキル確率も高くないんでそんな普通かなっていうような感じです。で1枠目の食材確率アップ M はちょっとたまに傷で、こいつはライチューは木の実タイプなんで木の実拾ってきてほしいんで、食材確率上がってると木の実を拾う個数が減るので、ちょっと将来的には微妙かなっていうようなところがあるんですけども、まあ一旦これ説明で分かりやすくするためにこれライティウですね。はい。で次に食材タイプの例を見とくと、食材タイプねこれ今隠してるんですけど、まず一応食材の種類みたいなもんね厳選に入ってくるんで、より厳選が難しいです。でさっき言ったお手伝いボーナスね、これ味方全員のお手伝い能力がその 5% ずつ上がるっていう、スピードが 5% ずつ上がるっていう、もうチートスキルなんですけども、お手伝いボーナスついてて、であの食材タイプなんでカメックスはね食材タイプなんで食材確率アップ M が上がると嬉しいってので2枠目にあると。であと冷静って性格ですね、カメックスはねやっぱね食材確率が上がってると嬉しいんですよ。でまあだから経験値が低くてもこいつお手ボと食 M があるんで、まあ経験値上げるの大変だけど全然嬉しいっていうふうな子になってて、これカメックス食材タイプの味方の一つですね。基本は食材確率上がってると嬉しいかなっていうふうな感じですね。もちろん木の実 S あっても嬉しいんですけど、マストじゃ全然ない食材タイプに関しては、まあでも人によるんですけどね、これに関してはまたこの辺は動画出します。で最後スキルタイプですね。最初はね結構ねこのププリンっていうなのをちょっとゲットするところも結構大事かなと思うんですけども、まあ、こいつヒーラーで全員の元気、これ元気もねむずいんですけど、元気っていうのがあって、ポケモンな働いてるとやっぱ疲れるじゃないですか、世の中一緒でみんなブラック企業で働いてると思うんですけども、働くと疲れるで効率落ちるじゃないですか、これあってこの仕様、これ社会の縮図なんですよポケスリってのは。なのでまあそのでもヒール、そのまあ可愛い事務職がいるみたいな、あちょっとカッて、はい、まあとりあえずスキルタイプでこのスキルが発動するという時々ヒールスキルが発動するんで、まあそのためのスキル確率が上がる身長って性格は嬉しいとかっていう風な感じで、スキル確率がある子は嬉しいって感じですね。まあ職員はそんな変わんなくて、スキルレベルアップでスキルレベルが上がってるのは結構嬉しいと。ただしこれね金メインスキルの種っていう風な超貴重アイテムであげたりもできるんで、本当に重課金勢にとってはこれがなくてスキル確率が上がるのが嬉しいとかもあったりしますね。はい、まあ一応今の話はね抽象的なことを言うためにね、ちょっと具体的なことも必要なんで、まあこんな感じで、まあスキル
それぞれのポケモンによって嬉しい嬉しくないがあるんで、ちょっと3タイプ、まあ僕の動画とか配信とか見てるとちょっとずつ分かると思うんですけども、一旦そんな感じです。分かんないと思うんで、まずは答えチェッカー使ってください。はい、まあね、ちょっとね、厳選ってほんと奥が深くて、まあポケモンには例えば食材構成ってのがあって、さっきのカメックスだとね、第一食材がね、そのミルクで、第二食材がカカオで、第三食材が肉で、第一食材はミルクで確定で、第二食材はミルクもしくはカカオから抽選で、第三食材はミルク、カカオ、肉、もしどれかから抽選みたいな、そんな感じになるんですよね。だから答えによってはミルクミルクミルクもいるし、ミルクカカオカカオもいるし、ミルクカカオ肉もいるし、ミルクカカオミルクもいるんですよね。まあそんな感じで、まあいろいろとその食材タイプでは食材構成も入ってくるんで、かなり厳選が大変なんですよね。でまあ一旦もうこれだけ覚えといてっていう風なのが、序盤はね基本木の実タイプ優先なんですよ、取るの。だから覚えといてほしいのが、ゼニガメはちょっとね最初に取りたくて、ミルクカカオ、せめて第二食材ミルクカカオっていうような感じの子はちょっと取ってくださいと。で、マナツマミは、まあ、トマトポテトかな、基本的には。結構役に立つ。この2匹はちょっと役に立つんで、まあ、覚えてたら、余裕があったら取ってくださいっていうような感じです。まあ、奥が深いって書いてるんですけど、僕65万課金してるんですよね、このゲームに半年ぐらいで。何百匹もゲットしてるんですけども、完全な理想個体って正直0匹、1匹いるかどうかっていうような感じなんで。なので、まあ、なかなか難しいゲームなんで、ポケスリって、正しい知識とあと妥協っていうのがすごい大切なゲームなんで、皆さん、まあ、無理に厳選はしすぎないように、っていう風な感じですね。まあ俺みたいにはなるなというところです。はい、まあ厳選について触れたんですけど、厳選した個体値をその後々上げるみたいなやつもあって、それが種っていうものですね。ゲームを進めるとメインスキルの種とサブスキルの種っていうのが手に入ることがありますと。それぞれの、まあ、メインスキルの種はメインスキルレベルが上がるし、サブスキルの種は例えばオテスピ S だったら、将来オテスピ M のスキルがないんだったらその子にオテスピ M になると使えばっていうような種があって、まあ、こういうような形で後々個体値を上げることはできるんですよね。とりあえず超貴重アイテム、聞いたらわかると思うけど、明らかに貴重アイテムなんで、一旦手持ちによるし、僕ね、最初バタフリーに使ってて未だに後悔してるんで、基本はね、使用前に詳しい友人に相談した方がいいです。まあ絶対はないんですけどね。なので、まあ周りに友人がいるんだったら、まあちょっとそれ、聞いてください。その方が絶対安心だと思います。まあ、私の失敗軽く口頭で説明するって言ったけど、例えばバタフリーがいて、こいつね、バトリーってスキルは強いんですよ、メインスキル。食材ゲットですって言って結構強めのスキルなんですけど、ただ何も知らずに僕それで金種使ってスキル上げたんですけども、全然発動しない。で、その表向きには、表立てになってないんですけども、ポケモンごとにスキル発動率みたいなのがあって、バタフリーってスキル発動率低いんですよね。なので、金種使ってから全然発動せいで終わるみたいなことがあるんで、なので、まあ、しかもバタフリーって後のフィールドでもね、今んとこラピスラズリまでではタイプ1がないんで、ほんと使いづらいところがあるので、若草では強いんですけどね。まあ、若草はね、その木の実ランダムになるんで、木の実ランダムなんで、木の実を合わせるの最初無理なんで、だからバタフリーとかでゴリ押しした方が楽って意味で、まあ強いってことなんですけども、まあなので皆さんちょっとね、後悔すると思うんで、一旦周りに友達ポケスラって言っていたら、その意味で聞いてみてください。で、ここでようやく帰ってくるんですけども、その無駄な育成をするなっていう風なコーナーですよね、ここ。なので、まあレベル上げについてなんですけども、ポケスリって飴が超貴重なゲームなんですよね。で、万能飴、そのポケモンごとの飴ってのは、例えばキャタピーが睡眠リサーチ、後で睡眠リサーチ説明するけども、キャタピーが来たら、あ、この寝顔で何個飴もらえるとかがあるんですけども、そのそれプラスその個別の飴プラス万能飴って言って、キャタピーに使うとキャタピーの飴になるみたいなアイテムがあって、それはね、でもね、供給がめちゃくちゃ絞られてるんで、全然レベル上げに使えないんですよね。なので、まあ、優先度の高い手持ちポケモンに計画的に使いたいんですよ。まあ、序盤はリセマラのピカチュウ、これ安心ですね。リセマラちゃんと木の実 S とか基準を見ると思うんで。でもあとは強いゼニガメ、強い玉ざらしとか、つまりその種族値が強いかつ個体値が強いやつをちょっと優先的に計画的に育てていきたいなっていうようなところがあるので、なので、まあ皆さん、そのさっき言った種族値と個体値は強いやつに飴を使いましょうって意味ですね。で、ただしこれね、ケチりすぎるの本当に良くなくて、ケチると結局パーティーが強くならなくて、進みが遅くなって、進みが早い方がね、いいポケモンも来るし、エナジーが上がって、結局そのポケモンの飴とかもいっぱいもらえるみたいなところがあるんで、なので、まあ強いやつ、最初はもうリセマラピカチュウでいいと思う。リセマラピカチュウを強くするとめちゃくちゃいいと思うんで、なので、まあケチりすぎるのもおすすめしないんで、バックに蓄えまくるみたいにならないように強いポケモンが来たらそいつに使うみたいなイメージですね。で、覚えておいてほしいのが、レベル25っていうのが一つサブスキル解放の目安なんで、そこは目安1個で、食材タイプについてはレベル30っていうようなところですね。かつ進化をしている、ここの数字だけ覚えておいて、レベル25もしくはレベル30、そして進化している、ここら辺までが1個序盤の目安ではあったりするんで、もちろん1匹を50にするとかも全然ありだと思うんですけど、リセマラピカチュウだったら全然いいと思うんですけども、一応そこは参考にしてください。で、あとね、飴使う時にね、夢のかけらっていうやつは使うんですけども、これね、まあ、足りなくなることもあるんですけども、将来的にはね、超貴重とまではならないので、でね、そこまでレベル上げたい子がいるんだったら、もったいなブラズネもいいと思います。もちろん足りなくなる
なることはあるんですけどね。で、夢のかけらに変換する夢の塊ってやつを結構もらえるんですけども、これよく説明見るとね、リサーチランクが高い方が換金率が高いっていう風に書いてるんですけども、まあこれもね、ケチりすぎるのは良くないし、僕序盤使いまくってそんな後悔してなかったところはあるんで、序盤無課金でやってたんですけども、なのでまあこれもバランスなんですけども、まあリサーチランクここで上がるし、この後使おうとかいう風なところが見えてるんだったらまあいいかなって思います。まあこれはね、そんなケチりすぎる必要はない。もちろんちょっと足りなくなるんですけどね、無課金とかだと。まあでもレベル上げられない方がゲームの進行遅くなるんで、そこはちょっとねバランスです。絶対こうとかはこのゲームについてはここはないです。よろしくお願いします。結構お腹いっぱいになった、二郎系みたいな説明しちゃった、重いですよね。ニンニク入れます。はい、まあこの辺はさておきなんですけど、次の項目の方行きたいと思います。まあだんだんね軽くなっていくんで、ぜひ最後までご覧ください。ポケスリでやってはいけないことその3、フレンド募集を臆するな。まあ答え値の話はねちょっと重かったですよね。でそこの飴が貴重ってところは話したと思うんですけども、その飴を供給してくれる紙システムがポケスリにあって、それがフレンドシステムなんですよね。でフレンドがまあ最大50人なんですけども、いたらまあ1日に1人当たり1回飴がもらえるチャンスがあるんですよね。でまあフレンドの期間に応じて、そのフレンドレベルっていう風なのも上がっていって、上がるためにいい道具もゲットできます。この次で説明します。でフレンドレベルが高いと、さらに飴基本1個なんですけども、運がいいと2個もらえて、フレンドレベルが高い方が、もらえる確率が上がります。最大5で、5だったら結構ね2個もらえる確率もまあまあありますと。でまあ睡眠時間とか見られたくないみたいなこともあるかもしれない。情報ね選べるんで、隠せる情報なのである程度隠せると。でただし1個大事なのが、年齢16歳以上のみかになります。でこれね、ポケスリって16歳未満に結構厳しいゲームなんで、はい、そこだけ言っときます。ポケスリって16歳未満に結構厳しいゲームであることは言っておくんで、最初年齢設定ができるので、吉田によろしくお願いします。でちなみにね、50人もフレンド集めらんないよーっていう風に思うかもしれないですよ。私のまあその X のこのポストの概要欄にリンクを貼っておくので、このリンクでまあそのリンクの中のある通りにやると、まず一瞬で集まる、もしくは自分で反応がしんどかったら、そのずらーってリプにあると思うんで、その人たちに対してそのフレンド申請を送ってください。そしたら50人マジすぐ集まるんで、はい、なのでそれでよろしくお願いします。でこれ2月17日時点に出す動画なので、なのでね、それ以降になって、まあ例えば4月とかだったらまた新しいポストしてるかなっていう風に思うんでね、その場合はまあ大福のフレンド募集用掲示板っていうのをねググってもらって、それでね多分ね Twitter でググると出てくると思います。なので X ググル出てくるんで、それで見つけてください、新しいやつを。でフレンドについてのその他の仕様なんですけど、これちょっと大事で、フレンド切られることがあって、何かっていうと、送ってくる飴がめちゃくちゃしょうもない。ただマルノームとかってそんな強くないから送ってほしくないんですよね。なのでまあそのこちらの選んだ写真が相手の飴になる。これリサーチ終わったら分かるんで、写真選ぶタイムあるんで、その選んだ子が飴になるんで、これ何選んでもこっちは損しないんで、なので強そうな子、最初分かんないんで、キャラランクのやつを参考にしてくれればいいと思います。なのでいいポケモンを選びましょう。別にフレンド解除されてもっていうようなところはあるんですけども、はい、なので別に新しいフレンド、新しい友達作ればいいみたいな、なんかサイコパスみたいになってるけども、まあそういう感じなんで、別にフレンドって単語が悪いと思ってて、もうちょっとねなんかその戦友みたいな感じなんで、別になんか切れることも全然まあまああると思います。であとこれはまあアメフレンドリサーチのなんか手紙みたいなの来るんですけど、あれ開かないともらえないと思ってる人がいるかったらしいんですけど、別に開かなくてもらえるんで、毎日ピローンってなるだけでもらえるんで、ソーシャルリサーチっていうようなところだけは毎日押してください。僕がさっき印つけたところですね、あこだけ押せば飴もらえます。でフレンドレベルに応じてもらえるアイテムはこんな感じで、万能飴っていうのがめちゃくちゃ貴重なんで、はい、なのでこれは嬉しいですね。レベル5になった時に2個もらえるのめっちゃ嬉しいですね。あともう1個あって、まあ、つながりの紐っていう風なのが、例えばゴローニャの進化とか通信ケーブルのイメージなんですけども、これマジ腐るほどもらえるんで、なので絶対3ポイント後ほど説明するんですけど、買う必要がないってところも後ほど言います。ちなみにつながりの紐は使うと、そのつながりの紐で進化するポケモンイワークであるとか、あとゴローニャの飴になったりするんで、なのでありすぎると溢れてバックで捨てたくなるけど、これ使うっていう風なのができるんで、そこも注意してください。ポケスリでやってはいけないことその4、サブレを無駄に使うな。ポケスリのサブレってもうマジ超貴重アイテムなんですよね。正直最近ようやくログインボーナスみたいなのができて、ちょっとずつポケサブレっていう風なやつの供給はあるんですけども、スーパーサブレっていう風なゲージ3のやつはねマジ課金しかもらえないみたいな、結構ねとんでもなく絞られている風なやつなので、まあお金さえ払えば無限に手に入るんですけど、そんなわけいかないじゃないですか。なのでまあ基本的にはサブレは超貴重アイテムですと。で右のゲージ、これ一番進化前でまあゲージが少ない子のやつで5ゲージなんですよね。その5を取ろうと思ったら、まあポケサブレが1個がやったとしたらもう5個必要なんですよね。ただポケモンってしかもその
食う数がランダムで最低2個、最大は分かんないっていうようなぐらいなんですけど、なので5個食うことってほぼまれ、最悪2個で終わることなんて結構ままあるっていうようなぐらいなので、まあサブレも貴重だし取るのも大変っていうような感じのことが伝えたいっていうような感じなので、このサブレの使い方はね、ちょっとね、ちょっとなんだろうな、マスターした方がいいっていうような感じですね。でとはいえそんな1個でそのポケサブレだけで1だけだったら5個を取るのも大変じゃんっていうような話あると思うんですけども、これボーナスサブレっていう風なのは1回のリサーチ、1日の1回のリサーチにつき1つはもらえると、分割意味になったら1個しかもらえないんですけど、まあ1つ1日に1つはもらえるんで、それが3ポイント、まあただプレパスの課金してたら4ポイントになるっていうような感じなんですけども、まあ無課金だったら3ポイントのやつが手に入るんで、まあボーナスサブレ1個使って残りポケサブレログボであったら使うっていう風な感じになるかなっていう風な流れになります。でちなみにマスターサブレっていうのをチュートリアルでもらうんですけども、これ使わないでください。慣れるまで、ほんと、ポケスレを理解できるまでは使わない方がいいです。昔ね、事件があって、なんかとあるキャラランクが流行って、それでなんか SS ランクにメタモンがあって、メタモンで16ゲージかかるんですよね。なのでみんなメタモン見つけたらね、結構マスターサブレ投げちゃった情弱、僕も含めて、僕も投げちゃったんですけど、情弱がいるんですけど、メタモンそんな強くないんですよね。なので、ちょっとすごいもったいないんで、まあ、例えばイワークに使うとか、バンギラス一発ゲットしたりとかだったらわかるんですけども、まあ、ちょっとそれも微妙ではあるんで、なので基本的には今のところは使うべき子はいないって思ってもいいと思います。はい、なので慣れるまで、まあ、せめて3ヶ月ぐらい待っていいかなって思うんで、貴重なんで残しておいてください。でサブレについてなんですけども、まあ、他にも一応仕様があって、チャンス、これ右側のチャンス状態って来る場合は3倍になるんで、例えばポケサブレだったら1ゲージのはずが3つ増えると、でボーナスサブレの3ポイントやったら9ポイント増えるっていうような感じですね。進化後だったらね、その9だったら5では余裕じゃんと思う。進化後のやつで22ポイントのやつとかもいるんで、なかなかね、まあ、そんなやつは狙わなくていいって話はね、また後で話すんですけども、まあ一旦チャンスってのがあると。であと色違いもチャンスみたいになるんですよね。それは一発でゲットできるんで、まあ、使うならポケサブレ1ゲージのやつでいいです。色違いは一発でゲットできるんです、絶対に。なので、まあ、1ゲージのやつを使ってください。で時々大成功ってやつがして、チャンスとかついてなくても3倍になる時があるんで、まあそれは運なんでちょっとここでは書いてないんですけども、大成功ってのがあって、まあ大成功みたいなのがその色違いの時に出るやつで、ポケサブレとかでもまあ一発でゲットできるっていうのが大成功、大出世みたいになってる。で、まあ捕まえるポケモンはね、サブレ貴重なんでしっかり吟味してください。で、何かというと、まあそのキャラランクであるとか、で、この後ちょっとフィールド別にこの辺は序盤いいよねってやつは言うんで、その子を中心に捕まえるのがいいかなっていうふうに思います。まあ初期開拓勢は本当無駄なポケモンめっちゃ捕まえたね。はい、今なら捕まえないなってやつ捕まえちゃったんですけども、マルノーブとか。はい、なので、まあ一旦そんな感じです。まああと、進化後ポケモンは本当慣れるまでは控えてください。本当自分で考えられるようになるまでは絶対控えた方がいいんで、ちょっとそれは口述します。で、あと、ボナーサブレ改めて言うと、1日に1回なんで気をつけてくださいと。まあなので、効率的に捕まえるっていうようなところです。例えば、まあ5ポイントのやつと5ポイントのやつで、で、まあ1個チャンスついてるっていうようなやつで、まあ例えばスーパーサブレがある場合っていうふうに考えたら、まあスーパーサブレをいかに節約するか大事なんですよね。なので、例えば、チャンスがついてる方にはスーパーサブレ1個で一発で手に入ると、2個までしか使えないことがあるんで、ほんと確定で取りたいって時はやっぱスパサブ使って9ゲージだけど1匹取ると。でもう1個の方にはボーナスサブレ、プレパス勢だったら4ポイントなんです。多分スーパーサブレの人はプレパスなんで4ポイントのボーナスサブレ使って、あとポケサブレ1個使うとか、そういった感じで、まあうまくスーパーサブレをケチっていくっていうのが結構課金勢のコツなんで、まあ無課金になるとね、ボーナスサブレとポケサブレなんでもちろん分かりやすいかなっていうふうに思うんですけども、まあ課金勢の場合はスーパーサブレをいかにケチれるかを頑張って考えてください。ポケスレでやってはいけないこと、その後進化後ポケモンはゲットするな。これある意味さっきの項目の派生ではあるんですけども、進化後ポケモンこれ見てください、22とかなんですよね。これまずサブレの消費量がえぐいですよ。つまりお金の消費量、マジ1回の睡眠リサーチで進化後ポケモン狙うとね、3000円とかかかることがあるんで、基本はもう狙わないでください。でなぜかっていうと、進化って結構このポケスリで大事で、ポケスリ例えばまあこれサーナイトなんで、なんだろうな、ラルトスからそのキルリアに進化するとすると、これスキルタイプなんですよね。で、元気オールっていう最強のメインスキルなんですよ。で、メインスキルレベル1から始まるんですけど、サーナイトでゲットしたら、メインスキル、元気オールレベル1でゲットになるんですけど、ラルトスから進化させると2段階じゃないですか。ラルトスでメインスキルレベル1。で、次、キルリアになった時にメインスキルレベル2。で、サーナイトになったらメインスキルレベル3っていうふうな形で、メインスキルが進化で上がるんですよね。なので、これめちゃくちゃ大事で、メインスキルのレベル上がるのは金種でしか上がんないんですよ。メインスキルの種でしか。なので、まあ、進化がメインスキルの種か、まあ、あとごめんなさい。一応サブスキルとかもあるんですけども。はい。なので、まあ、そんな感じなので、基本進化させたいんですよ、ポケモンっていうのは。それを考えると、進化後ポケモンからのゲットはメリットがマジで少ないんで、まあ、やめましょうっていうような感じですね。あとは、まあ、所持数も一応進化すると、
1回あたり5が増えると。所持数もね結構大事な話で、まあ簡単に言うとね、夜寝る時とかに、まあ、所持数がパンパンになるとそれ以上ね食材を拾ってきてくれないんですよ。だから食材タイプとかの所持数は上がっててほしい。スキルタイプも所持数パンパンになるとスキル抽選が行われなくなるんで、お手伝いのためにスキルが抽選されるんで、それが行われなくんで、所持数はまあそのパンパンになってるとちょっと微妙なんで、基本多い方がいいね。なので夜とかのために所持数は上がってた方がいいって意味で、進化はやっぱりした方がいい。ということで進化後ポケモンは基本はゲットしないで大丈夫です。でメリットが何かっていうと、送った時にもらえる、まあ、ポケモンゲットして答え時間ったらその博士に送っちゃうっていう風にですね、そのリターンが飴なんですけど、その量がちょっと増える。でも大したことない量なんで、絶対にもうこれ捕まえない方がいいです。はっきり言ってもう捕まえてるのはもうガチトロピカル課金税、まあ私みたいな頭おかしい人だけなんで、基本的にははい、あのガチトロピカル課金税だと思ってください。これ結構序盤で捕まえちゃったりすることあると思うんで、損しないようにご注意を。ちなみに左下のソーナンスで取らないでくださいねこいつ微妙なんで。ポケスリでやってはいけないことその6、無計画にフィールドを選ぶな。でフィールド選びについて説明します。でここでまあその取るべきポケモンみたいなところも軽く触れられたらなっていう風に思っております。でフィールドなんですけども、ネガが増えると新しいフィールドが解放されていきます。で最初の2から3週間ぐらいははっきり言って若草が推奨です。若草マジ原点にして頂点見れたとかあるんで、なのでまあこれが基本は推奨です。で慣れたら次がシアンの砂浜ってところで、そこでぐっすりでまあ玉だらしの源泉をっていう風なのが結構綺麗な流れかなっていう風に思います。でそれぞれのフィールドについてまあ説明していきます。一応順番みたいなのはあるんですよ。でまず若草本島ですね。で最初のフィールドと言いつつかなりいいフィールドですね。何がいいかというと、右見たら分かると思うんですよ、出現ポケモンの種類がめっちゃ多いんですよね。なのでまあウトウトスヤスヤぐっすりっていう風に3種類リサーチ結果が出るんですけど、それもまた後で説明するんですけども、まああのどれになっても嬉しいってところがメリットですね。でもう一個が、まあカビゴンのランクの基準がめっちゃ低いんですよ。めっちゃじゃないな、普通に高いんですけども、まあ例えばラピス、いやまあウノハナとかだったらマスターになるに50何万とかかかるんですけども、ここだったらね20万手前ぐらいでエナジーが足りるんで、まあ何言ってるか分かんないかもしれないですけども、まあ一応かなりそのカビゴンが成長しやすいと。で最初言ったんですけど、成長すればするほどまあいいポケモンが見つかる確率が上がるんで、なのでまあそんな感じかなっていう風に思います。でまあ玉に傷っていうと木の実がランダム、他の後のフィールドは例えばこれのゲームでね、あの木の実一致の方がいいんですよ。例えばシアンの砂浜だったら水の木の実がカビゴンの好物になってるんで、水ポケ使った方がいいんですけど、若草はそれがランダムなんですよね。あの全タイプから抽選で3つ選ばれるんで、なのでそれがちょっとね使いにくいかなと。だからこそまあリセマラのピカチュウともそこそこのバタフリーでも最初はガンガン進めていく、どのタイプ取るのがいいとか若草ないんで、なのでまあガンガンその辺で進めていくのがいいかなっていう風に思います。もちろんね、まあ玉ざらしとかが見つかったその方がいいんですけども、まあとりあえずはその辺は次で説明しますか。で次のフィールドがシアンの砂浜ですね。でここが素晴らしいのはね、ぐっすりがマジで素晴らしい。ちなみに最近ウトウトも素晴らしくなりました。でまずはでもぐっすりがまあ原点かなと思います。シアンの砂浜何がいいかというと、ワニの子ってめっちゃ強い。このゲームね、浄土御三家めっちゃ強いんですよ。その中のワニの子が出るし、あとゼニガメも出ると。ゼニガメね、カカオの第二色なんでね、めっちゃ強い。カカオメックスって言われてるんですけど、めっちゃ強いんですよね。であと玉ざらし、こいつもね、ウノハナで木の実一致で使える上にめちゃくちゃ強い木の実タイプなんで、玉ざらしもめっちゃ強いと。でしかもププリンも出る。ププリンもね、ヒーラーでね、まあ、ヒーラー今最強はね、ラルトス、まあ、サーナイトになるんですけども、それってそのラピスラズリーに行くまで無理なんで、最初はやっぱこのププリンであるとか、まあ、あとワンチャンはニンフィアみたいな。でもニンフィアってイーブイはね、結構いろんなポケモンに進化できるんで、ニンフィアにするか別の話なんで、まあ、このププリンってのは結構ね、いい。しかも進化も2回できるしね。なのでここの4匹の源泉が最初のね、まあ攻略、シアンの攻略にもつながるし、しかも玉ざらしはウノハナの攻略にもつながるっていう風なマジでいい感じですっていうかところですね。でまあただまあずっとぐっすりが出るわけではないし、まあなのでまあウトウトになった場合はチコリータ、マラツボミ、マンキーとかを揃えておくと、まあ浄土御三家ね、チコリータ、それとまあ将来的に役に立ちますと。でまあ正直ここで、まあ、もし回復の功とかが複数あるんだったら、まあ要所で分割睡眠をしてぐっすりで厳選したいなっていう風なぐらいにいいフィールドです。まあぐっすり厳選の仕方みたいな、あの動画出してるんですけど、それねちょっとアップデートでちょっとね、その元気の仕様が変わった関係でそんなバンバンできなくなったんですよね。まあそれはまたおいおい分かるといいかなって思います。まあとりあえずっていうところなので、まあ回復の方が使えるんだったらいいかなって思います。であとはまあスヤスヤだとね、まあもちろんピカチュウとかもいいんですけど、まあ今日 EV とか優秀かなって思います。もちろんガーディとかもディグダとかもいいんですけど、サブレ足んないと思うんで一旦ぐっすりを狙うといいなっていうふうに思います。はい。でまあシアンでこれで多分ね 2,3 週間ぐらいいることになるかなと思うんですけど、それでも早い方かな。木の実 S の玉ざらしとかワニの子来たらめっちゃいいなっていうようなところですね。でその次がトープなんですけど、まあシアンで集めたポケモンがね、ここねタイプウィッチで全
然使えない上に、まあ若草でね、日の嵐とか出てたらね、取っといてほしいんですけど、まあ日の嵐とかそう簡単に強いの出ないんで、最初ここめっちゃ辛いんですよ。ほんとつまらないと思います、最初。ただ、行けば行くほどここ沼ります。マジで楽しいです。だんだん強くなっていく感じがあるんで、ここのいいとこはね、ここの地小地産っていうか、その、現地で、その、地産地消か。まあ、現地で取ったポケモンで、まあ、なんとか回っていくんで、まあ、すごいいい感じに楽しくなってくるんですよね。まあ、木の実 S の日の嵐がいるとめっちゃいいと思いますし、まあ、ただそれはね、かなり理想なんで、一旦多分出やすいカラカラとか、石粒でとか、まあ、ディグダとかのあたりで攻めていくのかなっていうふうには思います。で、あとは、まあ、イワークとかヨーギラスめっちゃね、強いんですけど、イワークは取りにくいし、ヨーギラスは進化までがめっちゃ大変とかなんで、まあ、まずは日の嵐が出るといいなと、スヤスヤの、って思っといてもらえばいいかなと思います。あと、ここのウトウトゴースとかも出たりするし、まあ、ゲンガー強いんでね、ゴースであるとか、まあ、あとスヤスヤだったらやっぱ、まあ、人影はね、結構、まあ、シビアなんで、サブレの個数とかにはよりますが、まあ、そんな感じかなと思います。とりあえずおすすめは、日の嵐ですね。日の嵐出したいですね。ぐっすりが出たら、まあ、ヨーギラス取れたら取りたいし、まあ、プリの厳選シアンで終わってなかったら取りたいし、まあ、あとカラカラとかかな、あとピーとか出たら結構いい感じだったりはします。その辺は取れたらいいなと思います。あとワンチャンウトウトでデルビルとかを取っておくとウノハラで役に立ちます。でそのウノハラですけども、まあここでねシアンで取った玉ざらしがね活躍するっていうような感じで、結構両ポケが多くて、ウトウトだったらねマラツモミであるとか、まあ、マンキーであるとかはまあラピスで使えるし、まあゴースも出るしっていうようなところと、あとアブソルとデリバードが出るんで、めっちゃこいつらは欲しいんで、まあできたらね、まあ、カカオメックスいたらアブソラ置いといて、デリバードマジで欲しいんで取れたらいいなと思います。まあスヤスヤに行くとね、まあまだノーマルとかてかウノハラのポケモン少ないなと思うんだったらコラッタはありですし、まああとメリープもまあまあ電気のフィールドが今後出るかなって思うとまあまあありだし、まあ EV であるとか、まあメタモンはちょっとあれかもしんないけど、まあそんな感じで、あとぐっすりで行くと、まあぐっすりここタマちゃん出るんで、まあタマザラシの厳選したいし、まあいつか出るドラゴンフィールドのためのまあチルッとありだし、あとは卵要因の雪かぶりはめっちゃいいですね。まあその辺がありかなって思うんで、ぜひ取ってくださいと思います。ウノハラもいいフィールドですね。で、最後、まあ、ラピスラズリコハンですけど、ここはちょっとね、まあもう、ここまで来ると理解が深まってると思うんで、まあ、個人的に一番楽しいっていうようなところだけ言っておきます。ちなみに、ちょっとごめんなさい、言ってなかった。上の方に、一致木の実とかも一応載せてるんで、参照してもらえると思うんですけど、なんでチコリータとか、マラツモミとか、マンキーとか取っておるといいのっていうような話を言っとくと、ここでタイプ1で使えるんで、厳選を進めておくと楽って感じですね。ただ、ここでも取れるんで、まあ別に、無課金だと、まあ、半年とか目安になってくるんで、まあ、その時には楽になってると思うんで、ここはまあ、ここほんと楽しいんで、ぜひここまでポケスリやってみてください。ほんと楽しいです。なのでぜひ、ここに来れるように頑張りましょう。寝顔図鑑の数が多いと、ここに来れるようになります。まあこんな感じかな。ちょっとごめんなさい。あと若くて言い忘れたわ。あと、キャタピー、バタフリーって、後半でラピスとかで使えるかっていうと使えない、まあ使えるんですけど、まあそんなになんかめっちゃいいかっていうとわかんないんですけど、若くてゴリ押しにはいいんで、ウトウトだとキャタピーとかめっちゃ来ると思うし、そこの飴、バンド飴使うほどではないんですけど、しかも進化もしやすいんで、序盤バタフリー取って、まあお手スピ M とか、まあいじっぱりまでいかないけど、お手スピアップ性格、お手スピ M とかの子が出るんだったら、その子を育てて若くてライチュウとその子でゴリ押しっていうのが若草の最初のマスター行くとかのポイントになるかなって思うんで、ぜひそれはちょっと参考に、キャタピーね、まあ最初は取るのありかなって思います。ただし、もちろん日の嵐、チコリータ、ワニのとこはジョーと御三家であるとか、まあそのキャラランクの上の方のやつが出たら絶対そっち優先なんで、一旦それで思ってください。で、まあ出なかったらキャタピーボーナスアブレ投げて取って、そいつ育てて、まあそこそこの子たちに木の実あるといいけど、そのキャタピーにガチ厳選すると、まあちょっとあれなんで、慣れてきてからでいいんですよ、そんなのは。ミシフィールドまだ先の話だと思うんで。なので、はい、一旦それは補足しておきます。で、その流れでちょっと次に言っときたいんですけども、ポケスリーでやってはいけないこと、その7、序盤に無理な厳選をするな、ですね。何かというと、さっき言ったキャタピーの話もそうなんですけども、まあなんか今から始めると、まあ X とか見たり、あと僕の動画見てるとね、もう強固体ばっか持っててめっちゃ焦っちゃうんですよね。でも、このポケモン3ってね、その僕さっき言ったと思うんですけど、なかなかいい個体って来ないんですよ。で、まあ序盤でね、そのいい個体ばっか狙って沼にはまっちゃうとね、まあ寝顔も増えなくて、新しいいいフィールドに行くんが遅れて、長期的に遅れちゃうんですよね、プレイが。なので、まあ例えば個体チェッカーの A 以上とか A の上位以上で普通に強いんですよ。僕最初デルビルのね、オテスピ M、正確でオテスピアップのやつとかを使ってヘルガーにして、普通にめっちゃ強かったり、ウノハラとかで活躍できたんで。なので、まあ最初はもう無理に厳選しないぐらいでいいのかなっていうふうに思います。もちろん厳選はね、楽しいんで、全然やりたいって人はいいと思うんですけども。なので、まあ最初はリセマラ、ピカチュウと、あとそこそこのバトフリーさっき言ったので、OK かなっていうふうに思います。私の動画見てるとね、厳選基準エグいんですけども、あくまで僕65万円とか課金してるんで、なのでそれはちょっと前提に置いてください。
あと X で流れてくるポストで神答えが出るんですけども、それも何百例とか、もう人によってはもう何万例全部合わせるとの中の1個の神答えがめっちゃいいねされてるっていうのだけなんで、なのでまあ気にしすぎず自分のペースでやるのが大事。これ睡眠アプリなんで、目的はやっぱ楽しむことと自分のその睡眠の質を上げることで生活をより良くすることが目的なんで、なので源泉沼にはまりすぎると結局はなんかしんどくなっちゃうと思うんで、ポケスリ楽しんでいきましょうっていうところですね。ポケスリでやってはいけないことその8、睡眠を無駄にするな。とんでもない日本語ですね。はい、まあ睡眠ゲームなんで、これねやっぱり睡眠を長くすることインセンティブがすごい高いんですよね。まあ具体的に言うと、睡眠時間で睡眠スコア、 EXP 元気回復量、睡眠ポイント、まあスリーポイントの量が決定されますと。で、睡眠は8時間半を目指しましょう。で、16歳以上なしで、16歳未満に関しては11時間半で100点みたいな感じなんで、ちょっと無理なんで、はい、なので年齢設定は吉田にやってください。はい、で言うと、まあ睡眠スコアっていうのが8時間半で100点で、まあそれでその最低1時間半以上寝たら睡眠計測が開始されるっていうような感じです。まあだから睡眠計測ポチっていう風にやってから、まあ最初の5分間はぐっすりじゃないといけないんで、ね、最初の5分はちょっと硬いところに置いて、で5分間寝ましたっていう風な感じになったら、その自分の隣に置いて、それでクーって寝ないんですけど、それで、まあ、1時間半以上、まあ、未満で切るとその睡眠計測開始されないんで、注意とかそれがなくなる、睡眠リサーチがなくなるっていうのかな。なので、まあ、まず5分硬いところに置く、で1時間半以上はちゃんと寝る、で8時間半、1回寝たら、まあ、基本は分割睡眠じゃなければ8時間半は寝ましょうっていうような感じですね。まあ基本的に8時間半寝るの現代人では無理なんで、まあ吉永にやってる人もいるかなっていうふうなところですね。濁しときます。はい、まあそので8時間寝れました。で100点取ったらどうなるかっていうと、まず睡眠スコアが100点だと、まあ100に近いほど眠気パワーが大きくなっていいリサーチになります。まあつまりカビゴンのエナジーかける睡眠スコアでその眠気パワーっていうのが決まって、それでその高ければ高いほどいいポケモンが、さっきの表でいくと下の方のポケモンが出るっていうような形なので、まあいいリサーチなので、最低でもマスターの1ちょいぐらいにならないとポケモンの数が増えないんで、リサーチの最初3匹とかだと思います、多分最初の睡眠だと。なのでまあ100に近いほどいいリサーチになりやすいっていうような感じですね。まあ種ポケが多い方がいいって意見もあると思うんで、一概には言えないんですけど、でかつでまあ EXP、 まあつまりこのゲームアメがきついって言ったんですけども、睡眠によって経験値を得る方法もあるんですよね。睡眠スコアが100点だったら経験値100点得られます。アメ1個につき基本的には25ポイントなので、アメ4個分ですね。これがパーティー5匹に全部入るので、まあ全部で500ポイント、アメ20個分、これでかいですね。アメ M 分、万能アメ M 分なんで、なかなかでかいっていう風に思ってください。でさらに、まあ、元気回復、このポケモンスリープって、まあ、ポケモンが働いてくれるんですけど、これかなり現代と一緒で、元気が 100% の時の方が効率がいいんですよ。つまり早く働いてくれるんですよね。だいたい2倍とかそれぐらいは働いてくれるんですけど、効率よく。なのでまあただその10分につき1ずつ元気が減っていくんですよね。でまあ最初 100% なんですけども、そのうち 0% とかになって、もうカーって全然、そしたらもう働きが遅くなっちゃうっていうような感じなんで、ちゃんと睡眠で回復させてあげないとポケモンが疲れたままになっちゃう。最初の方とかね、まあ睡眠時間4時間とかで僕やったりしてたんですけども、もうすぐポケモン疲れて全然エナジー漏れなかったですね。なのでまあ元気も回復すると。であとスリープポイントもこの睡眠量で決定しますと。スリープポイントはまあ課金アイテムと交換できるっていうような感じなんで、これも多い方がいいっていう風な感じですね。はい、なので基本8時間半を目指しましょう。ただし逆にそれ以上の睡眠は基本的に損になってくるっていうようなところなので、そこは気をつけましょう。まあ具体的な内容を見せると、まあ例えばこれ8時間47分、まあ8時間半ちょいっていうような感じで、これがかなりねベストぴったりやるのは、ね、結構危険なんですよね。ちょっと短めになっちゃったりする。で、すると睡眠のグラフが取られたりするんですよね。これちょっと大事なんですけど、まあうとうとすやすやぐっすりで3つグラフが取られて、でそのパーセントによって睡眠がまあすやすやかうとうとかぐっすりで決まると。でこれ個人の相対なんで、ずっとぐっすりが多い人とかはそのぐっすりがめっちゃ多くてもすやすやが優先されたりするんで、これ相対評価なんで、なのでもう下手な嘘寝とかだと相対睡眠で変わってくるんで、なので硬いところに置くとね、これぐっすりが出るんですよ。はっきり言うと硬いところに置くと、まあ、ぐっすりが出る。つまりその振動によってめっちゃ揺れてたらうとうとになる、その時間は。で、まあ、ちょっと揺れたらすやすやで、もう全然揺れなかったらぐっすりっていうような感じになって、その比率で決まるんですよね。でさっき、まあ、見せたポケモンのそのぐっすりが多かったらぐっすりのところになるんで、まあ、なので、まあまりにもぐっすり 100% がやりすぎたら
もうぐっすりが 1% でもなくなったらスヤスヤになっちゃうとか、特徴なしになっちゃうとかがあったりするんで、そういったデメリットがあるので、ちょっとね、まあその嘘寝みはちょっと気をつけてくださいっていうような感じかな。それでさっき言った通り、エナジー×睡眠スコアで眠気パワーが決まってくるっていう風な感じになりますね。で、まあその他っていうような形になるんですけども、睡眠計測ミスには気をつけようと。で、さっき言ったポイントですね、1時間半未満は睡眠リサーチが開始されないんで、まあなかったことになるというところです。で、あと最初の5分は入眠判定が出るので、そのぐっすりじゃないと睡眠リサーチ、その睡眠開始時刻にならないよっていう風な感じですね。だから、まあめっちゃ極端な理由と、まあ8時間半寝ても4時間ガーって動いてたとしたら、その4時間なかったことになるんで、最初の5分はちゃんとぐっすりのところに、硬いところに置いた方がいいです。まあだから歯磨きとかしとけばいいですよ。で、あともう一個大事なとこあって、起きた時ですね、起きた時、もしその起きた時に結構眠り浅くてうとうとだったら、その分なかったことになるんですよ、起きる手前まで。だから起きてちょっと5分ぐらいはまた硬いところに置いた方がいいです。GoPro とかだったら、まあスマホでも一緒なんですけど、なので、まあちょっとぐっすりにしないとそこの時間が削れちゃうんで、だから僕8時間半じゃなくて8時間47分っていう風な、ちょっと念のための時間とかを取ったりしているっていう風な感じになる。なので睡眠計測ミスには気をつけよう。で、あとよくあるのが、まあスマホのアップデが入るとか、なのでちょっと自動アップデオフにするとかが大事だったりします。で、 GoPro だったらなんかボタンを押しちゃって、勝手にその寝相で肘で押しちゃって勝手に止まるとかがあったりするんで、そういうミスはマジでなえるんで気をつけましょうと。で、あとこれはまあ社会人向けなんですけど、後で報告っていう風なやつやって、何のデメリットもないんで、基本的にはもう起きたら、まあピッて止めて、で後で報告ってやって、まあ通勤の時とかにやったらいいかなっていう風に思います。で、これも大事なんですけど、ミッドスリープタイムを合わせようっていうのがあるんですけど、睡眠長くてもそれだけでいいわけじゃない、質のいい睡眠とかも大事で、で、まあ質のいい睡眠があると1週間の終わりになんと万能飴の数が変わります、もらえる。なので S とかだといっぱいもらえるっていうようなところになるんで、なのでそれの S の判定どうなのかっていうと、睡眠の長さと、あとミッドスリープタイム、睡眠時間の中央、その中央のところが1週間でできる限り近いといいっていうような感じです。これが合わせられてると万能飴もらえる数が増えますっていうような感じですね。で、あとは眠りの約束を設定しろってなるんですけども、まあ最初なんか眠りの約束設定する時あると思うんですけど、まあカードが、まあスタンプカードみたいになって7個、まあアイテムがあって、その守れば1個増える、守れば1個増えるっていうような形で、まあ1枚終わったら次のやつっていうような感じなんですけど、まあそれできる限り守った方がいいですと。で、まあそのでもずっとね、例えばまあ12時にしてたとして、まあでも1時ちょっと夜寝るの遅くなるウィークとかあると思うんで、その時はカードの代わり目でやると、まあ別にそんなに問題ないんで、カードの途中でやっちゃうと1からになっちゃうんで、まあちょっとなんだろうな、メリットが薄まるとは言いつつ、このカードのポイントのもらえるやつって、そんなめっちゃいい超いいアイテムっていう風な話ではないんで、まあ回復濃厚がいいかなっていうようなところはあるんですけども、まあ別に途中で変えてもそんな問題ないんで、一応それだけは言っておきますと。はい、まあとりあえずね、まあ8時間半ミスなく寝ようっていう風な感じですね。ただしもう一個あって、分割睡眠っていう風のがありますと。で、まあ混乱招くんで、ちょっと簡単に話しときますと。で、1日1回で8時間半寝るって結構無理があるじゃないですか。なので、まあ8時間半が最高なんですけども、それをその2分割にすることができる。つまり1時間半7時間とか、4時間4時間半とか、そうやって2回寝ることはできたりする。ただで、ミッドスリープタイム合わせるのむずいんですけど、長い方になります、それミッドスリープタイプの判定は。で、まあ、ただこれね、ちょっとアップデの関係で、その元気が回復しきれないんですよ。寝てる間にも元気消費がされるようになっちゃったんで、元気回復しきらない上に、しかも片方はボーナスタブレがないんで、まあガチ課金勢向けですね。回復の効とかが後半のその方でちゃんと使えたり、あと枕で元気補正ができるんだったら、まあ使ったら厳選進むっていうようなところなので、まあ回復の効があったら、まあ週に1回とかその回復の効使ったら、まあできるかなっていうふうなところの、まあなんだろうな、うん、サブレの消費も進むんで、めっちゃおすすめするかっていうと、どこまでハマるかにもよるんですけども、一応そういうのもあるっていうふうなのは覚えておいてください。で、アップデートで変わってるんで、僕分割意味の動画出してるんですけども、その一応ほとんど説明いいんですけど、その時はデメリットないって言ってるんですけども、まあ今回はアップデートの影響でデメリットが出ちゃったんで、なので回復の効がやるにはあった方がいいよっていうようなことは言っておきます。とりあえず、まあ、8時間半しっかり寝ましょうむずいんでね、睡眠の話でも、まあこれで全てかな。あと、まあついでに言っとくと、まあそのまあ僕も結構ね、そのぐっすりのポケモン厳選したい時とかに、まあちょっとね、その硬いところに置いたりすることは、はっきり言って、まあっていう感じなので、はっきり言ってない。まあなので、まあ、致し方なしなところもあるかなって思います。ただそれだとね、その相対評価がさっきみたいに歪んじゃうんで、例えばですよ、シアンってぐっすりの方がいいんですよね。で、あとトープも、イワークが欲しかったらぐっすり、もしくはスヤスヤ狙いたいとかがあったりする。で、まあラピスラズリだと、まあ、うとうとがいいとか、ややいいとか、そんな感じのところがあるんで、なので、フィールドをこのうまく調整するっていう風なのが、ラピスラズリまで解放できたらできるんで、例えば僕だったら、ラピス行って、
うとうと狙って、で、それでしんどくなったらトープに行ってぐっすりみたいな感じで睡眠時計をうまくやるみたいな方法もあったりするので、まあ別に僕全部嘘ねってわけではないので、その、普通にその、場合によったりするんで、結構ちゃんと寝てる子は寝てるところはあるので、なので皆さん、まあ吉田にやってくださいって感じなんですけども、ただ結局相対評価なんで跳ね返ってくるのは自分なので、まあちゃんとやった方がいいっていうのは推奨します。基本的に変なやり方は推奨しません。僕は、その、ちょっとでも、その、進んでみんなに新しい情報を届けるっていうのが目的なので、ちょっとやるときもあるんですけども、なので、いや、やるときないです。はい。ポケスリでやってはいけないことをその9。無駄なダイヤは使うな。ということで、まあ、ダイヤですね。これ課金アイテムです、ポケスリの。で、9800円で7000ダイヤっていう風な感じで、1個だから14円かな。で、基本は、まあ、皆さんは食材バッグの拡張に使ってください。無課金の目安は200です。200ぐらいないとね、ちょっと料理的に食材ちょっとパンパンになっちゃうっていうところがあります。で、無課金どうやって集めるんだっていうと、まあ、ログインボーナスでもらったり、あとリサーチノートの開放。新しいノート、なんか新しい料理とか作ったりすると、リサーチノート開くと20ダイヤもらえたりするんで、そうやってゲットできるんで、まあ、溜まったら200ぐらい目安で食材バッグ拡張してください。これはもうそのまあもうまあもったいないと思うかもしれないけどもやった方がいいと思います。で、あとまあ使い方課金の人になるんですけど、お手伝いホイッスル僕結構使ったりするんですけど、非推奨です。基本的には基本的には僕の真似しないでください。まあエナジー盛りのメリットを理解した上で考えた方がいいので、なのでまあ最初はまあよくわかんないと思うんで、まあ友達に聞くとかもいいかもしれないですけども、ダイヤのおすすめアイテムって言ったらまあ e キャンプチケット買ったりするのもあれだけど、まあ基本一番いいのはスーパーサブで睡眠リサーチパックであるとか、あとまあその期間そのイベントの時とかにお得パックみたいに出るんで、そこまで貯めといてください。特に無課金の人は、まあ、美課金の人はね多分サブレどうするとかもあったりするんですけど、基本まあスーパーサブレ欲しいかなっていうようなところがあったりするのと、いいアイテムでいくと、あと成長のお香とかは睡眠の経験でさっき100って言うんですけど、それがね2倍になるんで結構おすすめだったりします。お香は最後に話すんで、とりあえずそんな感じです。ダイヤ課金アイテムなんで貴重です。まあ基本的にはバッグ拡張に使うといいかなって思います。食材ね、持ち物バッグもあるんですけど、持ち物バッグはまあ本当に大事な時だけという感じですね。ポケスリでやってはいけないことその10。無駄なスリープポイントは使うな。まあ、ダイヤとあるんですけども、これはね毎日誰でももらえるやつです。基本的には睡眠スコアと同じ点数もらえます。でプレパスではプラス100ポイント毎日もらえます。で、無課金ではノーマル交換所でこのスリープポイントを使ってアイテムと交換できます。で課金するとプレミアム交換所ってところがあって、そっちだとよりまあいいアイテムっていうのかな、まあ飴とかが増えたりするっていう風な感じですね。一応交換の数に限りがあったりするんで、なのでプレミアムで同じものだけど値段が違って売ってるってことはあったりします。で基本的には万能飴はできる限り買っといた方がいいです。飴の供給がしょっぱいゲームなので。であとは進化用道具は基本的にはちょっと要注意で、例えばつながりの暇はフレンドからもらえたりするし、まあ雷石とかアチーブでもらえたりするんですよ、ネガオ達成の。なのでそこはちゃんと調べた上で注意です。月の石も確かアチーブでもらえるんで、なのでまああんまり無駄に使わずっていうような感じですね。飴であるとか、あとまあめっちゃ溜まったら僕はマスターサブレ買ったりしてるけど、それはマスターサブレ使うんじゃなくて貯蓄してます、マスターサブレは、という感じですね。あとまあプレミアムだったらメインスキルの種とかサブスキルの種もあったりしますね。なので何が言いたいかっていうと、無駄にするなというふうなことです。まあ理解してから、理解したら何がいいってもう分かってくると思うんで、一旦は僕が言った、まあ飴とかは全然交換しても損はないよってことは言っておきます。ポケスリでやってはいけないことその11。プレパス無料期間は無駄に使うな。ということで、まあ、プレミアムパスってのがあるんですよ。で、6ヶ月で4900円かな。一応月額よりも1ヶ月分ぐらい安くなるはず。で、これ何かというと、特典としては、まあ、睡眠データや統計が無制限で閲覧可能に。で、ボーナスアブレのポイントが3から4に。これでかい。ボーナス3ポイントがプラス100。これさっき言ったけど、でかい。で、プレミアム交換所が利用可能に。これもね、万能アメームがあるんで、でかい。で、毎月特典で e キャンプチケットと1000スリープポイントがもらえる。これもでかい。で、3ヶ月ごとに継続特典があって、これがアメ L、バンナメ L がもらえて、これが飴100個分ですね。とか銀種、まあサブスクの種がもらえたりするんで、でかいですね。はい、とりあえずね、課金の一歩目はこれ入ることからかな。課金しようって思ってる人はまあ4900円、まあ社会人だったら全然入れるかなと思います。全然おすすめです。なので入ってください。でプラスで、ね、後で言うんですけど、まあ5プラスプラスってやつを買うのが課金の一歩目かなっていうふうに思います。でこれね、実は無料期間ってのがあって、2週間だけ無料で入れるんですよ。で1ののみなんで、無課金の人はよく考えて使用してください。でポイントとしては、例えばまあ月またぎで入るとその交換所が一新されるんで、基本はその月またぎの時に、入った方がお得です。たくさん交換できます。でまあちゃんとスリーポイントも貯めておいてください。であとイベント期間がいいかな。一応キャンペーンとイベントってのがあって、今バレンタインの時に撮ってるんですけど、バレンタインキャンペーンとかちょっとキャンペーンなんで一段階下がる。で例えば、まあ、一番良かったのは今で言うとハロウィンイベントとかはすごい良かったかなって思ってて、まあハロウィンイベントとかと雨2倍なんで、まあなんだろうな、まあ強くしやすいというか、まあ、得点の享受を得やすいっていうようなところなので、一応そんなところ
ところかな。今までで言うとその2点、あとホリデーイベントとかで、まあホリデーイベントはちょっとなんかね、ちょっと絶妙な雨ブーストとかだったんですけども、まあ、一応そういうところがあったりするんで、まあ基本大事なのは月またぎで入るっていうことで一旦取っといてもいいかなっていう風に思います。俺はまだ返信を一つ残してるっていう風な時の方がなんかテンション上がると思うんで、なので、はい、まあちょっと一旦取っとく。でイベント来たらちょっと考えてください。ポケ3でやってはいけないことその12、課金者は Go プラスプラス購入をケチるなということで、まあ課金の話になってきてるんですけども、まあ Go プラプラって何かというと、まあ6000円ぐらいなんですけども今のところで、睡眠計測がスマホの代わりにできます。結構丸い簡単なやつ、こんな感じのやつですね。はい、これが Go プラプラです。で何かというと右下の絵みたいなおこ置くところにナイトキャップピカチュウっていう風なのが出てきてお手伝いしてくれるんですよ。で夏気度が上がると強くなる。めちゃくちゃ強いかっていうとそういう話じゃない。こいつ元気の補正が乗らないはずなんで、まあただねリンゴとかカカオとか持ってきてくれたりするので、なのでまあ夏気度が上がるとね結構その役に立つ。カカオ足んねーっていうようなことが若干減ってくるっていうような形になります。これちょっとまた別途動画作ろうかなと思います、詳しく。でまあナイトキャップピカチュウのレベルはね Go プラ依存なので、まあつまり何かというと、まあ6000円前後でその電キャとかで売ってるかもしれないですけど、メルカリとかでもう夏気度上がってるやつ買うのもありかなと思います。それもしかしたら値段ちょっと上がってる可能性はあるんですけども、そしたらちょっと楽かもしれませんね。序盤のこれ結構楽になると思います。であとこれ僕あんま使ってないんですけど、ポケモン GO とも連携可能で、なんかポケストップ回すとなんかお手伝いしてくれるみたいな噂を聞いたことがあります。で何がいいかというと、まあ睡眠計測スマホの代わりにできるって結構でかくて、スマホ触れたりするんですよね。しかもなんかアップデートで元気が減る仕様になったんで、 GO プラ計測中にポケスリ開いてお手伝いしても全然問題なくなるっていう風な謎の仕様。これまたアップデート変わるかもしれないので今後注意なんですけども、一応 GO プラプラはねマジでおすすめです。普通にプレパス入るんだったら普通にこれも買った方がいいと思います。どっちがいいかちょっと人によるんで難しいんですけどね。ただ GO プラプラはめっちゃ有用ってことは説明させてください。ポケスリでやってはいけないことその13、料理を適当に済ませるな。ポケスリのエナジーの重要要素は2つあって、まあ、木の実とあと料理から得られるエナジーなんですよね。で今のところ木の実の方がちょっと優勢なんですけど、最近ちょっと料理がね強くなってきまして、何かというと朝昼晩の3回あげることができます。のでポケモンさっき食材の説明カメックスとかでしたと思うんですけども、なんかねお手伝い木の実もしくは食材拾ってくれるんですよね。で食材をその組み合わせるとレシピってのがあって、その食材通りの数を入れるレシピになって、あと追加食材をパンパンパンと持っていくと、その食材のなんだろう、その料理のエナジープラス追加食材エナジーで、まあ、カビゴンにエナジーが上げられるっていうようなものになりますと。で、まあ、レシピ表は概要欄のリンクから、見てください。一応僕のその X のポストからそのレシピの表がダウンロードできたりするんで、なんかそれ見るのが一番、まあ、わざわざサイト行ったりしなくていいんで楽かなっていうふうに思います。かなり好評で結構最初3万いいねとかついて、でまあアップデが来るために更新してないんですけど、全然5000いいねとか毎回つくっていうような感じなので、結構まあ好評でいただいております。でまあとりあえず料理はまあやっていくうちにって感じかな。最初はね多分ね一食材蜂蜜7個とかのやつとかになると思うんですけども、まあ一応ちょっと分かりにくいと思うんで、一応料理徹底解説っていう風な動画出してるんで概要欄にリンク載せときます。ちょっと古いんですけど、ただ基本はエナジー計算とか変わらないんで、はい、なのでこっちを見てもらえたらと思います。これめっちゃ奥深いんで、まあ料理徹底解説とあと料理のねアップデが来るために動画出してるんで、まあ 3,4 本かな、一応まあさらっと見れると思うんで2倍速とかで見てもらえたら十分かなって思います。で一応ちょっとこう豆知識なんですけど、アップデで料理をするとそのパーティーポケモンの元気がちょこっと回復する仕様が追加されたんで、それって元気少ないほど多く回復するんですよね。でヒーラープクリンであるとかそういった子を例えばね、そのタップした時にスキル発動で全員の元気回復する可能性があるんですよね。元気回復したらその料理の元気回復量が減る可能性がまあ高めになるんで、なので基本的には料理をする前はヒーラーをタップしない、元気減ってる状態で料理した方がいいっちゃいいです、ということだけちょっと言っときます。料理奥深いんでこれぐらいになるけども、まあ料理ちゃんと忘れずにあげる。アップデの日とかはその10時になったらもうポケスリ触れなくなるとかがあるんで、ちょっとそこ注意ですね。料理はちゃんと毎食あげましょう。もう最悪ごちゃ混ぜでも最初はいいと思うんで、で慣れてきたらまあそのなんだろうな、まあ2種類でできる食材のやつとか、最近なんかリンゴのタルトであるとかかな、あとなんだっけ2種類できるの、あのサラダのやつ、あのサラダのやつでね、あのカカオを使うやつがあるんですよね。そのカカオを使うやつとかはすごいいい感じかなっていうふうに思うんで、ぜひ作ってみてください。あとはまあカツカレーとか左カツカレーとかは最初お世話になるかな。この辺の2種類料理を最初は目標にしてください。でちなみにまあ今の2種類料理とかまあレシピがあるんですけど、それ同じやつを作れば作るほどまあエナジー分の経験値が入る。例えばこの85670だったら85670の経験値が入ってレシピのレベルが上がります。レシピのレベルが上がると倍率も上がってより強くなるんです、その料理が。なのでまあレシピ側のレベル上げもできるっていう風な感じですね。全部を上げていく必要はないけども、まあこれ作りやすいしエースレシピにしようみたいなやつはちょっと意識してあげるのはありかなって思います。例えば今
今バレンタインイベントとかあったら 1.5 倍のエナジーとかが入ったりしてデザートのレベルが上げやすいみたいなのがあったりするんで、まあイベントとかそういう 1.5 倍イベントとかがあったらそこでちょっと意識してあげるのありかなっていうふうには思います。まあ最初ちょっと無理だと思うんで、まああんま意識する必要はないですけどね、一応言っときます。でこれも最初意識する必要なんですけど、カビゴンの1週間ってまあ月曜の朝4時から始まって次の週の月曜の朝4時に終わるみたいな感じなんですよね。で料理ってその夜ご飯って次の日の朝6時まで上げれるんですよね。なので例えば日曜の夜の食事を飛ばして、で月曜の朝4時に起きて、で4時に食事をあげて前の週の夜ご飯とあと朝昼晩っていう風にあげて、最初の月曜日4回あげるスタートダッシュをする人とかもいる。それであのスキルによってはその鍋拡張をするスキルとかブースターとかグレイシアとか、まああの千葉コイルとか持ってたりするんですけども、そういうのを使って月曜にスタートダッシュを切る勢とかもいたりはします。ただ結構ここは人それぞれなんで絶対やれとかは言いません。僕は結構もう普通にやるんですけど、僕はね日曜日には料理全くしてないし朝4時にも起きないけど、まあ食材だけ貯めてみたいな、正直最初食材足りなくなったりすると思うんで、ここはちょっと好きにしたらいいところかなって思います。情報だけ落としておきます。ボケスレでやってはいけないことその14、鍋拡張を忘れるな。でさっきの料理なんですけども、まあ鍋の容量があるんですね。料理に入れる食材量の上限があって、だから最初ねさっき見せたフラワーギフトマカロンとか絶対作れないし、あれ多分課金でちょっとeE キャンプチケットとか使ってないと多分作れないやつなんですけども、まあその料理に入れる食材量が増やせますと。でそれ一応鍋拡張っていうのがあって、夢のかけらを使って拡張することができます。で結構な量使うんで最初は難しいかもしれないですけど、夢のかけらがあるんだったら早めに拡張した方が、やっぱ追加食材とかもポンポンポンって入れた方が料理は強くなるんで、基本的には鍋拡張はもう優先してやりましょう。夢のかけらレベルアップ、どうしてもこの子ねレベルアップのために夢のかけら使いたいとかがあったらそっち優先してもいいけども、基本的には鍋拡張は積極的にやっていきましょう。願う目標が追加されるとどんどんその鍋拡張できる上限も上がるんで、一応それは覚えておいてください。最初知らないとね鍋拡張せずに始めたりするんで、最近はなんかマーク作って聞いてるんですけども、まあ一応ちょっとこれ大事なんで鍋拡張結構優先していいと思います。さあちょっと長くなりましたね。それでは次で最後です。ポケスレでやってはいけないことその15、お香を無駄に使うなということで、まあお香さっきの鍋の動画像のね横にねちょっとねお香置くところがあったと思うんですけども、睡眠時に2個使用可能です。で、例えば、まず成長のお香睡眠 XP が2倍になります。幸運のお香リサーチでの夢のかけらが2倍になります。仲良しのお香1匹チャンス確定、つまり3倍ですね。サブレの効果がおが1匹追加で確定します。集中のお香リサーチ XP が2倍になります。これリサーチランクって言って、その僕らのトレーナーにもレベルみたいなのがあって、最大今レベル50なんですけど、それが上がると例えばポケモンのレベルの上限の限界が上がったりしますね。まあ集中のお香リサーチ XP50 になるまではめっちゃ大事です。あと来るポケモンの基礎値も上がるんで、リサーチランクが上がってると。なので来るポケモンの基礎値って答えじゃないよ、その来るポケモンのレベルが上がる。例えば僕とかがサーナイトとか捕まえたら25とか6で来るんですね、多分レベルが。まあなんですけど皆さん多分もうちょい低いところで来るんですけど、つまりそのリサーチランクが高い方がそういったメリットは得られたりします。あと夢の塊の換金レートが上がったりするっていうところなんで、結構リサーチランク最初は大事ですね。であと回復のこう睡眠での元気回復が2倍、つまり分割睡眠をしても 100% 回復できる可能性が増えると。であとポケモンのですね、これリサーチでその子が来るんで、例えば不思議種のお香とかだったらそれを使うと、その来るフィールドだったらそのポケモンが絶対来る。で来ないフィールドだったら使えないんで、その安心しといていいんですけども、まあ使ったらポケモンがそいつが来るっていう風に思ってください。で使い方の参考なんですけども、まあかなり場合によるんですけど、無課金イメージすると、まあ成長のお香僕もほぼ毎日使ってるんですけど、基本的に無課金は絶対ないんで、それ月に1回グッドスリープデーという睡眠での獲得 EXP が増加するイベントがあるんで、そこで使ったりするとか、あとまあ眠気パワーが高まるタイミングで集中幸運仲良しの子を使うとか、眠気パワー高まるとそのリサーチで来るポケモンが良くなるんで、寝顔が良くなるんで、まあ夢のかけらが多くなる。であとリサーチ XP も多くなる、つまり2倍にするとより効果が上がるんで、週の後半で集中の子とか幸運の子を使うといいと思いますし、仲良しの子についてもやっぱり週の後半で使った方がいいポケモン来る可能性が高いんで、まあメリットが上がるっていうような感じですね。あとは分割睡眠とか睡眠時間確保できない時に元気を増やすために回復の子を使うといいでしょうって感じですね。一番価値あるのははっきり言って成長の子だと思います。あとは序盤は集中のお香とかは結構役に立つと思うんで、まあいい感じに使ってくださいっていうような感じです。リサーチランク序盤上げるのちょっと大事なんで、集中のお香別にわざわざ買えとは言わないですけども、まあなんだろうな、もし課金ガチするんだったら成長のお香を使ってプラスで最初は集中のお香を使っとくのがいいと思います。そして、まあ、リサーチランクとかガンガン上げてって追いついていくっていうのがいいのかなっていうふうに思います。では15項目でしたね。もうめちゃくちゃ長くなったかもしれないですけど、結構やっぱポケスリって奥深いゲームなんで、これでもちょっとね多分話したいんじゃないとかある
ると思うんですけども、まあ、ちょっと足りてなかったらコメ欄で固定コメントで追加していくんで、ぜひコメントしてください。全然あるかもしれない。まあただ結構大事なところは話したかな。まとめると、その1、リセマラせずに始めるな。その2、無駄にポケモンを育てるな。その3、フレンド募集を多くするな。その4、サブレを無駄に使うな。その5、進化後ポケモンをゲットするな。その6、何も考えずにフィールドを選ぶな。その7、序盤に無理な厳選はするな。その8、睡眠を無駄にするな。その9、無駄なダイヤは使うな。その10、無駄なスリーポイントは使うな。その11、プレパス無料期間を無駄にするな。その12、課金者はゴープラプラの購入をケチるな。その13、料理を適当に済ますな。その14、鍋拡張を忘れるな。その15、お香を無駄に使うな。ということで、まあ、慣れてこないといけないところがあると思うんですけども、ただこれね、やってるともうめっちゃうなずいて、多分もう今頃ね、首もう取れて転がって、フィンランドの方に行ってると思います。日本に住んでる人は。はい。それぐらい多分ね、やってる人は、うんって感じかと思うんですけども、結構頑張ったんで、これ編集とかも含めて、高評価と、チャンネル登録、マジでよろしくお願いします。それがもう私のモチベなんで、はい、よろしくお願いします。僕ね、これからもよりいい情報、サイト作るぐらい結構ポケ釣り好きなんで、なので、まあいい情報を、まあ仕入れて、皆さんに発信していくってことをなりわいにしていきたいんで、なのでぜひチャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いします。それでは皆さん、ポケ釣り楽しんでいきましょう。おやすみ。今日はご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみなさーい。